来るぞ。あの巨人をオルブドクへ入れてはならん。壁上固定砲で何としても奴を仕留めよ。攻撃で簡単に殺せるとは思ってねえが、試すだけは試しておかねえとな。敵はその巨体ゆえに、ノロまで的がでかい。壁上固定砲の攻撃は有効なはずだ。同じ部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。右腕を狙え。胴体を狙え。今できる最大限のことをやるんだ。ああ、分かって。大きさは超大型巨人の倍ぐらいかな。体温がすごく高そうだ。撃てー。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。くれないぞ。装填急げ。右腕を撃て。よし、狙った部位に当たってるぞ。刺して効いてるようには見えねえがな。これだけの砲撃を浴びせて巨人の前進は止まらないか。撃てー。よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。俺の育った街が終わりだ。下がってろ、中東兵だ。あとは俺たちが引き受ける。サシャ、アルミ、二人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミは合わせてください。行きますよ。やったぞ、手応えありだ。サシャ、もう一度やってみよう。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。
行きますよ。突っ込め。やったか。よし、体勢が崩れた。エレン。勝利。立体軌道でとどめを刺せ。これほどの巨体で、本体は縦1メートル、幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して、本体にとどめを刺せ。誰か本体を見つけたのか。あれはヒストリア。ハゼ散った肉片の中からロッドレースの本体を探し当てたのは、他ならぬ彼の娘ヒストリアだった。ロッドレース巨人を仕留めたヒストリアは民衆の前で自らが真の壁の女王であると宣言。女王としての正当性だけでなく、己の力を民衆に示してみせたのである。その一方でケニーはレース家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、今まさに死の淵にあった。卑怯で臆病なロッドレースに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。リヴァイと別れた頃、すっかり追いさらばえていたウーリはいずれ自分の力がロッドの子たちに引き継がれると語った。その力は神にも等しい力だ。もしも手に入れれば、俺でもあいつと対等な景色が見られるかもしれねえと思ったんだ。大やけどにその出血、あんたはもう助からねえな。いいや、どうかな。ロッドのカバンから一つくすねといたやつだ。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。ひとまずは延命できるはずだ。それを撃つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。なぜやらなかった。ああ、なんだろうな。俺は死にたくねえし、力が欲しかった。でもそうか、今なら奴のやったことは分かる気がする。はあ。俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな
何かの奴隷だった。あいつでさえも。お前は何だ、英雄か。ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない。知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ。バカが、ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった。俺は人の親にはなれねえよ。ケニやるのか。うん、やる。殴った後で言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、ヒストリア恨んでないならやめとけよ。ありがとう。